さあということでやってまいりました。ただいま柏駅に来ております。ここで皆さんにご報告があります。本日なんですけれども、あ違う、これ縦じゃねえ。本日はちょっと皆さんに2点ご報告があります。まずは1点目です。見てください、こちら待望の ZOZO スーツを見て取り出しました。今日 ZOZO スーツで柏の方まで来ました。コアロンはですね、まあ、体型がかなり変わった形なので、この ZOZO スーツでコアロンの体型に合った洋服をゲットしたいと思います。そしてご覧の通りですね、今回あの iPhone での撮影となっているんですが、一人での撮影遠征という形になります。なのでちょっとこの画質ですとか、あの撮影映像などかなり乱れる点もあるかと思うんですけれども、まあ、自立への、まあ、第一歩ということで一人での撮影に挑戦したいと思います。それではスタジアムに向かいたいと思います。さあということで、やばいです、今日暑さが。マジで熱中症対策しないと倒れてしまう可能性があります。あちらではあの昨年アディショナルタイムズの方々がフリーペーパーを配られています。昨年の動画でも紹介しましたけれども、柏に初めて来られる方にはそのアウェイの様々な情報、スタジアムグルメ等の情報も載っていますので、柏駅東口前で配られているので、受け取りになられてスタジアムに向かっていただければと思います。それではですね、これからスタジアムに向かいたいと思います。今回のちょっと1個気になるグルメがありまして、ミルフィーユカツバーガーっていうのは確かあるはずなんです、駅の近くに。でこれ前回確か祝日でお休みだったので、まあ、今日はあの平日ということで多分やってるんじゃないかなと思うので、ちょっと今日はですねそちらのミルフィーユカツさんなどリベンジしていきたいと思います。それではミルフィーユカツ向かいます。開いているんでしょうか。開いていました。駅口に来て奇跡的に開いてます。じゃあ今日早速ここを入ってみたいと思います。さあただいま関口駅伝さんの店内でこちらいただきたいと思います。ミルフィーユカツバーガーです。注文したらですね、店内その場で調理していただいております。揚げたてのミルフィーユカツバーガーになっています。いい香りがしています。いただきます。めちゃくちゃ濃厚。中の肉がですねミルフィーユということで、こんな感じですね、何層にも重なっていて、肉汁が口の中に溢れ出てくると素晴らしいですね味わいになっています。こちらのミルフィーユカツバーガー、英語で例えるならばキャントイグノアな味わいになっています。イグノアっていうのは英語で無視するという意味です。ここは柏駅に来たからには無視できない、そんな味わいになっています。さらにですね、アウェイユニフォームに来て、来店された方にはこちらの野菜コロッケのプレゼントもあるということです。気ながらですね、素晴らしい。皆さんも三協フロンティアスタジアムにお越しの際はこちらのミルフィーユカツバーガー290円、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。さあということで引き続きこの散歩です。こちらですね、 FC 東京からのエナジードリンク、綺麗なお姉さんからいただきました。こちら飲みながら行きたいと思います。いやー、この中断期間 FC 東京としても本当いろんな動きがありましたね。まあ、まずは、悲しい別れもありました。吉本選手アビスパ福岡への移籍、そして丸山選手ですね、名古屋グランパスへの移籍、さらには柏山選手、これも非常にびっくりしました、アルビレックス新潟への移籍をされたということです。特に FC 東京に長くこう携わってきた選手がですね、こういった出ていく形になってしまったのは非常に悲しいですけれども、まあ、やはりもう最終的には選手のそれぞれの決断というのをリスペクトして新天地での活躍を祈りたいと思います。そして別れがあれば出会いありということで、新しいですね新加入の選手入ってきます。まずはヴァンフォーレ甲府からリンス選手が加入しました。さらにはですね、これも非常にびっくりしました、発表されたの本日です。サンフレッチェ広島首位ですね、丹羽選手、一部報道でちょっとコロナに似てるんじゃないかという噂もあります。丹羽選手の加入が決定したということです。まあ、ちょっとディフェンス陣ね、2人選手がいなくなってしまって非常に不安な部分もありましたけれども、まあガンバ時代の長谷川健太監督の教え子ということで、丹羽選手非常にキャラクターとしても素晴らしい選手ですね、加入してきました。とても楽しみです。ということで三協フロンティアスタジオに着きました。以上小散歩でございました。ピリッということで、柏レイソルのサポーターの方にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。今日は柏レイソルの注目選手か好きな選手、ちょっと一人教えていただいていいですか。伊藤純也選手ですね。スピードのあるドリブル、そうですね、ドリブルシュートに期待してます。はい、レイソル勝つぞ、いい試合しましょう。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。今日の試合楽しみだね。楽しみだね。一番頑張ってほしいなっていう選手教えてもらってもいいですか。伊藤純也選手はどんなところが好きですか。かっこいい。かっこいいね。頑
とう。さよなら。バイバイ。一番活躍を期待したい選手、ちょっと聞いていきたいんだけど。コウスケだよな。中村コウスケ選手。中村コウスケ選手。たくさんセーブをしてほしいと思います。小池龍太ですね。いっぱい走って、あとスルーパスがすごくうまいので、そこに注目です。どうですか、今日の注目選手は。レースは分かりません。いや誰も知りません。FC東京の選手は知ってる？分かりません。ワールドカップは見たかな。ワールドカップ見ました。ワールドカップ見てなんかちょっと気になった選手がいた？ロッペン。あ、いや出てないでしょ。ロッペンは出てないですか？いや FC 東京でちょっとこの選手のプレーは怖そうだなっていう選手一人挙げるとしたら誰になりますか？トガシです。お、ケイマン。はい、やっぱ点取りそう。ケイマン、はい、ちょっと怖いですね。ちょっと怖い。怖い選手。太田選手です。フリーキックが上手いので。コウスケ、スクロスが怖いです。レイソル絶対勝つぞ。皆さんはあの柏レイソルのサポーターで別にも応援してるチームがあるっていうこと。来ました。群馬のザスパ草津群馬も応援しています。はい、ありがとうございます。ザスパが先なんですけど、地元が。はい、なるほど。はい、で、まあ、江坂選手と瀬川選手が柏にいることで、はい、なるほど、はい、じゃあ今日のまず柏レイソルの注目選手は。僕は伊藤純也選手。自分はやっぱり江坂選手に注目したいなと。江坂選手どんなところが、まあ、かっこいいんですよ、しかも顔が。はい、俺も真ん中に入ってない人生変わったかもしれない。全員期待したいですね。中山出ないけど応援してます。顔がかっこいいいいですね、やっぱイケメン。はい、レイソル勝つぞ。さあ、ということで、皆さんここで、大変謝罪があります。大変謝罪という日本語もおかしいですけど、今回あの、まあ、外国人の方にぜひ声が聞きたいと、外国の方今日の試合、どんな形で取り組んでるのかというところ、ぜひ聞きたかったんですね。ワールドカップもあったんでぜひ聞きたかったんですけど、ちょっとくまなく探したんですが見つからずというところで、心としても非常に残念です。皆さんすいません。それでは試合の行くぞ。球場ポンピーナイナで、走るパターンはなしです。さあ、ということで都内某所まで戻ってきました。 FC 東京柏レイソル1-0で勝利をされました。東京チーム総力戦で勝ち取った勝利だと思います。前半はやっぱ両チームなかなかこう調子が上がらない展開、後半はね、まあ、お互い、決定的なシーンを作り出して、まあ、どっちが勝ってもおかしくなかった試合だと思うんですけれども、まあ、本当チームのこう総合力勢いというところで FC 東京が一歩上回ったと言えるんではないでしょうか。まあ、コアロン的にはね、やっぱりいろんな選手に対してこう精神的に引っ張ろうというようなところをプレーでも、そしてその行動でも言動でも示していた、やっぱ東選手今日非常に素晴らしかったのではないかと思います。次は横浜 F マリノス戦です。ぜひ集団明け2連勝を目指して頑張ってください。そしてシュートがゴールのシーンですね。中村康介選手がこうちょっと戸橋圭満選手と交錯してしまって、ちょっと脳震盪で倒れてしまうというシーンもありましたので、無事を祈りたいと思います。一日でも早く回復してるくれることを願います。時間も深夜なんでこれで終わりにしたいと思います。今回はコアロン一人でお送りしました。果たして自立できるんでしょうか。ポンピーお大事に。また次回の動画スタジオでお会いしましょう。さよなら。コハロンのこと気になる人はここのボタンを押して、バモバモバモコハロン、チャンネル登録しようよ、このボタン止まらないぜ、おーコハロン。